天ぷらがですね、とりあえずできるということの卓について説明しますね。まず必要なのは、この天ぷらの竿、それから、ラインですね、それからハリス、それから毛針ですよね。で、これらをの仕掛けを巻く、こういう、いろいろな仕掛け巻きがあります。これらは私のお友達が皆さん作ってくれたもの、市販されているのはこういうのもあります。でこんなのが非常に便利なんですね。例えばこれを、こういうふうにするとちょうどここで収まる。非常にすごく便利ですね。こんなふうな仕掛けもあります。こういうものがあればですね、基本天ぷらができるということになりますね。ラインについてですね、説明させていただきます。いろいろなラインが、市販をされています。基本的に、テーパーライン、数本の糸をよったテーパーライン、それから、単糸であるですね、このような、レベルライン、それから新たにですね、ストレートラインと、こういうふうな、各種のラインが、出てまいりました。どれを、ね、選ぶかは、それぞれのですね、こう考え、あるいは用途によって、違うと思います。今はですね、多くの人がレベルラインを使っています。いろいろなラインがですね、各社から出ていますけれども、私がですね、一番、おすすめしたい、私が使っているのはですね、レベルラインとしてはこのレベルラインなんですね。で、これは3号なんです。でこれですね、レベルラインというのはこういうふうにこうよりがかかるのが一つの、特徴なんですね。欠点でもあります。でもこのラインはですね、やっぱりこうよりを取るというんですけど、これが非常に取りやすいラインですね。で、非常に柔らかなラインということで、これは一つの私がおすすめをする理由ですね。で、だんだんですね、キャリアアップしていきますと、細いラインを、レベルラインを使いたいという人がいます。で、私なんかもこれを使いますね。これは2号です。非常に細いです。で、これの特徴はですね、カールですね、よりがつきにくいんですね。非常に、まっすぐにと。その代わりにやはりキャスティングが難しいという点があります。そういう意味でこちらのラインですね、本当に上級者向き、もしこれからですね、レベルラインを使いたいという人はこの、3号程度のですね、ラインから始めるのがいいんじゃないかというふうに思います。新しいですね、天からのラインとしてこのようなストレートラインというのも出てまいりました。これですね、こう見て分かりますように、レベルラインはどうしても寄りがかかるんですね。寄りを取らなければいけないんですが、このストレートラインは最初から寄りがないんですよ。本当に文字通りまっすぐなラインですね。そういう点で、非常に寄りを取らなくてもいいという点が非常にいいこと。それからもう一つはですね、先端がこういうふうにナイロンの、30センチほどのですね、マーカーがついています。で、これは、一つはクッションになっているんですね。これが伸びることによって合わせ切りを防ぎます。さらに、視認性がいいので、非常に見やすいんですね。ですからちょっとこう、ラインが動いたりしたのも非常にわかると。それから、こういうふうに、30センチで5センチ刻みで、マーカーがついていますから、釣った魚を、これ何センチというふうにこうわかると。いろいろな、使い方が、このラインはできると。こういうものですね。ハリスですけれども、ナイロン使ったらいいのか、フロロ使ったらいいのかということなんですが、私はですね、フロロをお勧めしているんですが、この理由としてですね、フロロカーボンとナイロン、少し性質が違うんですね。で、フロロカーボンはですね、いわば、直進性があると言いましょうか。あまりナイロンに比べて、少しこう、チリチリしないという特徴があります。それに比べて、ナイロンはですね、少し言葉はあまり適切ではありませんけど、チリチリする。で、水切りがですね、ナイロンの場合にあまりよろしくない。フロロの方が、パリッとしていて、水切りがいいという、そういうのもあります。ただし、一長一短がありましてですね、フロロの場合にはですね、結節といいまして、結び込む。毛針とハリスの結びなところ、あるいはコブができたりする。そういう結び込むのところに対しては、少しナイロンと比べて弱いという。そういう欠点があります。ただ、直進性といいますとですね、まっすぐ飛ぶ性質があります。それから、
パリッとしているのでですね、その扱いが非常に、フロールの方が、たやすいんですね。そういう意味で私はですね、フロールの方をお勧めしております。それではですね、毛針についてお話をします。毛針のサイズどれくらいがいいんですか、よく聞かれますね。でこれは針のサイズなんですけれども、まあ、フライフックのサイズでいって私は12番を基本としています。まあ、それよりも少し小さい14番ぐらいですね。まあ、それぐらいをメインとして使っています。よく聞かれるんですけど、毛針でですね、釣れる毛針があるんですか、なんていうことをよく聞かれるんですね。で、最初に結論を言うと、釣れる毛針はありません。しかし釣れない毛針もありません。毛針にこれは絶対だという毛針はないんですね。でまずその理由についてお話をします。まずですね、魚の視力があるんですね。魚の視力はですね、実は良くないんですよ。フォーカスが悪い、つまりピンボケなんですね、魚の目は。だから細かいところまでこれは魚は見えていません。ですからあまり細かいところにこだわる必要は実はないんだということです。これは2つ目はですね、例えば日本の渓流はですね、まあ縁があって背があってという非常に流れが速いんですね。そういうところにこう渓流が生息をしているわけです。そうすると毛針をですねセレクトしていたら、あっという間にですね毛針流れていってしまうんですよ。だからセレクトする時間的な余裕がこのような速い流れではないんですね。ですからとりあえず毛針らしい、いわゆる餌らしいものであれば加えて、あと吐き出すということをやるんです。ですからとりあえず食えばいいんです。ところが、例えばフラットに流れるようなところだと、じっくり時間的に見る余裕があるんですね、魚も。それは多分フォーカスの悪いぼーっとした視力だながらじっくりこうやって見ています。そうするとこれはおかしいぞと思うと食わないんですね。そういうところでは確かに、毛針のサイズは関係するかもしれません。実は関係しているのは実はサイズなんですね。でサイズが今食っている餌と同じくらいのサイズであれば食ってしまうんですよ。その他のですね、理由としてですね、まあ、大勢のこの天からの人たちがいます。そうすると、その方々がですね、この針は絶対出ると思って、それぞれ自信針がありますよね。その毛針を見るとですね、みんな違うんですよ。みんな違っているということは、逆に言うと、どの毛針でも釣れるということなんですよね。ですから、そういう意味で、その天からの毛針っていうのは、本当にまあ、ざっとサイズさえ合っていれば色も形も関係ない、これがその理由なんですね。でところがですね、こう時々自分の流した毛針に魚が来たらほっとこう食わないということがあるんです。その時に皆さんは、あ、毛針を見破られたというふうに思ってしまう。でもそうじゃないですね。それは流れ方がひょっとしたら違うかもしれないですよ。ちょっと不自然な流れ方をしたので魚が警戒して毛針も食う直前でやめてるかもしれないですね。ほとんどおそらくそうだと思います。毛針もこれは違うと思ったんじゃないんです。やっぱり流れ方がおかしい、不自然、違和感が感じて食うのをやめた。ですからそういう時にあった時にはやはりこれは毛針のせいじゃないんですね。ひょっとしたら流れ方が悪かったかもしれない、そういうふうに考えるといいと思いますね。